マールワーの位置、マールワーは、インド中部、マディアプラデーシュ州南西端一帯の地方名。その範囲は、歴史的にも一定しないが、グジャラートの東、ラージプーターナーの南、ボーパールの西、ビンディア山脈とその北陸に広がるデカン高原の北端部を指す。標高は400から600メートルで、北はほぼ北緯23度30分までを言うが、南は、 ナルマダーガーの過酷平野を含ませる場合もある。マールワーは国色面角に覆われた肥沃な農業地帯で、ミレット、豆類、綿花、小麦などの産地であって、ガンジス川ワナカ流域とアラビア海及びデカン高原を結ぶ幹線交通路が走り、特に中世市において重要な役割を果たした。個名はマーラバといい、これはもともと種族名で、マハーバーラタや、 ラーマーや何も見られ、アレキサンダー大王の水軍に抵抗した、パンジャブ地方のマロイという種族が、マーラバ族ではないかという研究者もいる。マーラバの名前は、ビクラマ歴の別名マラビゴナサムバットやマルバナム、ジェイヤという名分を持つ貨幣に見られる。現在のマールワーを指すようになったのは6世紀以降と思われる。現状が木。 記した時は、西海岸に近いカイラやアフマダーバード付近をマローバーと呼んでおり、これは種族名によるものと思われ、現在のマールワー地方をマーラバ、マールワーと呼ぶことが定着したのは10世紀以降である。紀元前6、紀元前5世紀の16国平村時代には、ウッチャインを根拠地とするアバンティ王国がそのうち一つを構成していた。前270年頃は、 アショウカ王がこの地の大使となっている。紀元前後はサータバーハナ朝の支配下にあったことが貨幣の出土で知られる。グプタ朝のチャンドラグプタ二世の時、この地位がグプタ朝の重要な所領となり、マールワーは天文学、先星術が発達し、シャクンタラーで知られる詩人、カーリダーサの出身地としても知られた。528年 EN オーリッカロスのマールワーを ヤショーダルマンが、エフタルのミヒラクラを破って、カシミールに配送させた。プラティハーラーサは、この地方から台頭し、カナウジに戦として、北インドの大半を征服することとなり、ラーシュトラクーターサとこの地をめぐって構想することとなる。プラティハーラーサが衰退すると、10世紀後半頃から、パラマーラアサの本拠となるなど、ラージュプート小王朝の重要な書領であった。 また13世紀以降は、イスラム王朝の進出、まず1234年、奴隷王朝のイルトゥトゥミッシュによって、ウッチャインが攻撃されて孤児が破壊され、続く、ハルジン一朝時代に征服された。1401年から1531年には、ここを中心に、独自のムスリム王国が成立した。ムガル帝国領となった後、18世紀から19世紀には、 マラーター所属間の構想の地となった。イギリス領になると多数のヒンドゥーハ王国が分立した。ありがとうございます。